You are not Okita Doji, dog. 今の何か引きましょう、マスター。英月の儀。人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー。宮本伊織。マスターの一人として、今は不足と見た。承知。伊織殿。次に会う時は必ずよ。逃げるか、おのれ。待て、セイバー。 So Saber's level 15 and we're level 4. なぜ追わぬ、イオリ。私ならあの町を砕き尽くすつもりか。いいか、二度とその刃を、それを水の鞘から抜くな。そんな、そんな。見ればわかるだろう。大筒どころの話ではないぞ、これを。わからない。あれは私の武器の中で最も強力なものだ。当世の知識は多くないが、いわばそう、殿下の宝刀というやつ。 Bitch, it don't matter if it's a trump card if you blow an entire village with it. 殿下の宝刀であればなおさら抜くべきじゃない。そうなのか。それではただの刀剣と変わらん。どんな、ただの剣で屋敷が粉みじんになるか。とにかく抜くな。そういうものか。それならば英月の儀を生き残ることはできん。 The waxing moon ritual、I guess that's their way of calling it the Holy Grail War, right? Alright. 英月の儀。そうだ、イオリ、その左手。Also, in typical Fate fashion, the main character, being a dumbass, uses the goddamn, first command seal without even realizing what the fuck they're for. 君は英月の儀に携わる予備兵。Because, of course, everybody keeps doing this shit, because it's a goddamn Fate trope at this point. Rin did it with Archer for no fucking reason, and Shiro did it fucking twice without realizing it.英月の儀。先刻、異国の女も言っていた。それは何だ。ひどく大掛かりな手段。七人のマスターが最後の一人まで殺し合う生存競争。君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなったうつしおの者たちだろう。うつしお。そう、マスターはうつしおの者。我ら常世のものを刃として扱うのだ。我らは英霊、サーヴァントとも言う。かつて死して、かりそめの命で移しようにもどうしよう。 Okay, listen here, Kotomini Kirei. I need you to stop predating all over the goddamn place. Alright? I need you to stop. Alright? Also, after this, I gotta pee. Actually, I'm gonna pause right here, because I have to pee. Coffee just runs right through.私と君は仲間同士なのだ。呼び人、マスター、かつて死して、かりそめの命。死人が蘇るものか、何を言ってるんだ。死した者にできることは、せいぜい恨みを埋めくて、立って歩き、町を砕く亡霊なんて聞いたこともない。亡霊扱いとは肝が据わっているな。英霊とは事の葉の通り、英雄英傑の魂だ。少なくとも、Bullshit! 私はそのように捉えている。Oh, great heroes! Alright, so why is Jolter here? Like, bro, don't tell me this is another goddamn corrupted Grail War. 戦国の黒い武者は、あれも英霊だ。陰気な女もそうだ、間違いない。生前に英雄として誉れを得たか。死後に英雄として崇め奉られた。どうあれ英霊、人を超えた者たちだ。ではその力はまじないの類ではなく、この身に備わるものだ。頭から足のつま先まで力はみなぎっている。ここまで言えば分かったろ。
君は弱き者なのだ。英霊に比べれば。いや、わからん。わからんなりに飲み込んだ上で、生き残った最後の一組とやらは、願いが叶う。何？己が願いが叶うのだ。義によって祀られる英月の力によって、どんな願いも実現する。残った最後の一組がという話だ。願いか。うん、願いだ。その様子では興味を抱いたか。貴殿にも願いがあるのかな。ないのか。いや、ある、あるとも。サーヴァントとして召喚に応じた以上、ただ物忘れをしてしまったよ。物忘れ、物忘れだ。 God damn it. Of course we gotta deal with the amnesiac servant shit. 嘘をついているようには見えんが、では忘れる程度の願いだったと。うぐ、君はあれだな、真面目な顔をして辛辣だな。正直なだけだ。減らぬ口だ。いや、いい、立ち話はここまでだよ。ああ、いや、ちょっと待て。俺たちは今後寝食を共にするのか。うん、そうだ。そうか、そうなるのか。何を難しい顔をしてる。 You blew up my house, you bitch. Well, watch it be that she blew up his house. これが当世の家というものか。この荒れようは常のものか。いや、黒い武者に襲われたゆえだ。普段はもう少しマシ。本当についてきたな。それで話の続きだが、義について他に分かることはあるか。ないぞ。ん？ない。ない？ない。私もこれ以上は知らないんだ。もう少しこう、何かあるだろう。アン君の催す御前試合でさえ、もう少しあるだろう。私が言えたことではないが、同感だ。知り得ることは少ない。Trying to position my fan because it is hot in my room and my ass is sweating. その上で、君は英月の義を何とする。他のマスターやサーヴァントを退け、英月を欲するか。英霊、英雄英傑のよみがえり、あれらが相争うのが英月の義ならば、カヤも死ぬ。悪しきことを許されぬことだ。八百野鳥を火の海にはできない。それは人の道に反する行いだ。君は思うところはあるが、嘘のない良い返答だった。力不足も甚だしいが、私のマスターとして認めよう。ではまず名を教えてほしい。英霊、かつての英雄英傑。どんなって、わからないのか。じゃあいい、私は名乗るほどのものではないということだ。I'm just gonna leave that alone. I was about to say something hella sexist for a second. All I will say, you were being a very stereotypical person of the female gender right now. That is all I will say. this is just Artoria with a fucking attitude, by the way.おいでもお前でも好きに呼ぶといい。そもそもイオリは弱い。弱いマスターに名を明かしても私に利はないぞ。例えばイオリが敵方に捕ら、そのまま我が名を明かすやもしれん。あるいは生き人形にされるやもしれん。ゆえにイオリに我が名は教えられない。そんなに名が大切か。うん、そうか。ところで俺が敵に捕まるのは定。敵
が弱いなら捕まえるもの。マスターならなおさらだ。うん、捕まった俺を助けようとは。イオリがいようといまいと戦力的に変わりはない。マスターが死んだのならそれはそれで戦いやすくはない。 You do realize if I die, you disappear alone. 確かにな。貴殿に比べれば吹けば飛ぶ神がごとくではある。 She not know. Okay, does Saber just not realize that if he dies, she's out of the Grail War? 神？神ではないな。響きが少し違う。おや？物を知らないのは過去を生きた人物であるか。 You know, I just thought about this. I thought the Grail was supposed to like feed them with knowledge of the current era they're in. Or at least like general basic knowledge. しかし、今を知らない。そのあたり、すり合わせがあって叱るべきだな。なんだ、急に黙って。眠いのか？うん。おーい。より。Or I guess that was just supposed to be like a joke or something. さようなこともあろう。英月の儀。何分手探りの試みゆえな。は、ランサーの妨害さえなければ、神明の類推もかなったのでしょうが。ともあれ、これでようやく七人の呼び人が揃ったと言えましょう。土帝殿。報告、大義であった。なぜキャツをみすみす、取り逃がすような真似をした。それは。こたびの件、お前の友も。腹に据えかねていると見える。恐れながら慈悲深き我が主よ、無知な者を無知なまま殺すことも言ったはずだ。ライダー、マスターの自覚なき者を斬るは我が心情にもとる。よい。聖水入を済まず、石上五穀を生ぜず、せいぜいその生真面目さで斧が首を締めぬよう務めるのだな。とく戻るぞ、ライダー。長居は無用だ。お待ちよ。無作法者がそこに。問答を無用で切りつけるとはな。義に無関係な人間だったらどうするつもりだ。ランサーとそのマスターか。このような弱に一体何の用向きだ。奇襲以外何があると。もっとも子孫じたがな。随分と大胆な奇襲があったものだ。とはいえ貴殿が相手なら話は早い。ライダー。待て、やる気が有り余ってるのは結構だが、そいつと正面からやり合う。ではどうするつもりだ。くだらない思い出話をしようじゃないか。由緒小説。Hey, why he kind of remind me of what's not Stain, but Geto from Jujutsu Kaisen. 何故私の名を知る。知恵も己に加盟なし。かようなものは島原の生き残りならば、もしや貴殿、森総意見先生を。よく知っている。さあ、くだらない思い出話をしようか。知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。Oh, hold on. There we go. わしが剣にのみ生きたのは今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならば、わしはそのままで生きただろう。だが世は変わったならば、道も変わるは道理。二天一流は剣のみにあらず、心の形。
人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚え書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和を良しとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し切りの相手になるだろうとな。決して情などではない、情などではなかったのだ、師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは師匠、武蔵の教えなどお前には苦痛でしかない。そのような運命に出会えば、当然。 It's so weird with them going with the actual historical Musashi, just the gender bend Musashi later. 全く。いおり、お前は生まれる時代を間違えたのだ。師匠、起きろ。聞こえないのか。いや、師匠はもうとうの昔に。いい加減起きろ、より。 I thought she was gonna kick him. おはよう、セイバー。その呼び方は、まあいい。遅いぞ、より。先が思いやられる。あの程度の戦いでどれほど疲れ切った。まったく、もう。次は君の眼に塩水を垂らそう。それは困る。驚きのあまり刀を抜きかねん。ほう、伊織が抜くか。となると私の加減次第では返す刀で伊織は、ま、そうだろうな。だったらなおさらやめてくれ。善処しよう。それより君にはさっさと起きてやるべきことがある。というと？私たちは寝食を共にするのだ。ゆうべ君の言ったことだろう。寝て起きたならば次は食べる方。うん、朝毛の時間だろう。さあ支度を、より。兄ちゃん大変だよ。隣の家がみんな。おや、来客か。客というか、昨日の今日だぞ、カヤ。一体何しに。で、兄ちゃんちも大変じゃない。一体何があったの。ああ、そうだな。人ならざる者の襲撃を受けたと。どうしてカヤに言えようものか。何、単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷がこのおかげで昨夜は大騒ぎだなあ、イオリ。イカズチか。で、誰ですかこの孤児。綺麗。Okay, so we can all agree she is a woman. And I swear to God, if I get that whole, oh, she's not actually. But I don't give a fuck. The game said so. Not your fucking head cannon, nigga. 私はセイバーという。察するに君は。イオリの妹子か。わ、私はカヤって言います。イオリ兄ちゃん。
兄上の妹です。セイバーさん、兄上といつ祝言をあげてくださるのですか。かや、客人の前ではしゃぐものではないよ。俺はセイバーと大切な話がある。悪いが、今日のところは帰ってくれ。大切な話？それは妹として聞かさ…どうしよう、こんな綺麗な姉上ができるなんて。勘違いで姉を生やすな。ほら帰った帰った。何を焦る、より。大事はない。妹子は私が守る。そういう問題で、そもそも君が巻き込まれる必要すらないぞ。イオリがどこかに隠れていれば私が全て済ませよう。イオリとてライダーとランサーを見てまともに切り合おうとは、むしろ思われてしまうと困る。ん？何の話？黙って聞いておれば大層な口を聞くではないか、セイバーと。何者だ？あ、本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの後に。I didn't realize we were playing a Taylor man. Like, what was it? Taylor or Sophie? Nigga, what the fuck? It's got a fucking mouth and everything. 身に響いてのう。気づけばぐっすりと眠っておった。イオリ、これは本だよ。本？おう、何番の書だ。日の本の書はもっと薄いし、よく曲がる。はは、なるほど。東大では木に書く木簡か。本を知らぬとなれば、こそばゆりはそう熱く見つめるでない。まあわしのような書に夢中になるのは仕方ないかもしれんがの。しかし本か、時が変われば書も口を聞き空を飛ぶようになるとは、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ普通。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異か。おかしいだの怪異だの、悪意のないトゲが突き刺さるわ。じいさん、紅玉の書は父の遺産だ。 So hey, yo, いずこの文字で書かれたかすらもわからず読むのを諦めていたが、ある日突然、俺に事の葉を放ってきてな。Is there a way to like take the text off? Probably not. 正直驚きはしなかった。事の葉でやり取りができるのは、なんというか、書を読むよりもたやすいしな。そうして俺はじいさんにいくらかを教わった。から半年の後、カトンの会得に成功したというわけだ。カトン、ああ、ゆうべ君の使った術だな。死が傍らにあるなら、うん。今からでもまじないを本文としたらどうだ？剣よりよほど身を助けるだろう。俺の本文は剣士だよ。どれほど弱かろうともな。剣士。って、のんびり話してるけど、兄ちゃん、家なんとかしなきゃ。ほこりも泥棒も入り放題になっちゃうよ。そうだな。これでは朝毛もままならん。ならばいよりよ、これを機に、この長屋に魔術工房をこしらえてはどうじゃ。家事師に家事場あり、魔術師に魔術工房ありじゃ。工房？なんだっけそれ。お前も前にじいさんから聞いたろう。魔術師の持つ火事場のようなもので、さらには砦のようなものなんだそうだ。しかり魔術師の魔術工房とは、だが余人に知られては三流の仕事。一見してもわからぬよう、長屋を砦へと変えるのだ。ほうほう、
守りを固める術ならぜひやるといい。やぶさかではないが、うん、工房作りには素材がいるぞ。無から有を望んではいかん。まあ銭はまあ昨日の稼ぎで足りるじゃろ。I think it's because the war didn't have the rule previously about, you know, not. I think she's not a mage either, by the way. I don't think she's a mage. あまり時をかけず買ってこい。いってらっしゃい。Y'all two fuckers are useless. So we need old paper, coarse rope, and butterfly wings.毎度あり。ありがとうよ。お侍さん、変。水の型で ここだ。It seems like a more grounded Musou game. Like, it's not trying to be, like, Dynasty Warriors, you know? Miten no Michi. Imada Nakaba. So one of the main rules back then was basically, anybody who isn't a mage is not allowed to know about the Grail War. Any non-magic users get executed on the spot. Otonashina. Hitting the streets. Complete a local trial for the first time. All right, bet.始めるとしようかの。
んなところじゃな。広くなったが、その隣家の壁までぶち抜いてしまったぞ。どうせ空き家じゃ、構いません。工房とはそれなりの広さが必要なのじゃよ。儀を終え次第元に戻しておこう。さて次じゃ、工房についていくつか教えておくとしよう。Ah, shit, we got a skill tree going on. Alright. Miyamoto Iori's skill tree has been unlocked. Skill points can be used to acquire skills and the usual. Multiple skills can be acquired at the same time and then the skill points. Okay. の支度できたよ。私は支度しながらつまんだから、あとは二人でゆっくり食べてね。おい、まだ勘違いを。それじゃあまた。セイバーさん、兄上をよろしくお願いし、お身をつけか。うん、実に米に合う汁だった。ごちそうさま。いつまで飯の話をしている。英月の義はどうなった。腹が減っては戦ができぬと当代では言うのだろう。食をおろそかにしてはいつまでも弱いままだぞ、イオリ。それは分かっている。カヤにもよく怒られているしな。ともあれだ、今後の動きを決めるとしよう。動き、うん、それは英月の義をどう戦うか。ああ、そうだ。ふむ、ならば私から言っておくことがある。義がどうあれ、戦場に呼ばれたからには私は勝利する。優先すべきは敵マスターとサーヴァントの撃破。それ以外のことを私は考慮しない。待て、それは江戸の民のことはいないものとして考える。うん、分かってもらえて何。本当に、うん、その驚きは何についてだ。ではそうはならぬよう立ち回らなきゃ。言わずとも構わない。昨夜君の意思はもう。そうか、では今後の動きは決まっ。さて、では Wait a second. Didn't he use a command seal last night? So how does he still have three? 出かける。この工房、君が引きこもって身を守るために作ったのではなかった。銭を稼がねば飯は食えん。道理だろう。稼ぐ銭。ああ、確か、うん、物を買う。あれ、貨幣に縁遠いのか。ならばもしや平安武者あたりか。剣士としての務めか。近いが遠いな。切り合いなどそうはない。江戸の町を取り締まる同心連中の手伝いさ。今日は吉原へ行く。同心吉原、よくわからないが君は何かを手伝うのだな。セイバーは留守の番をしていろ。俺一人で構わない。どうした。いや、私も行く。そうだな、行った方がいい。ああ、虫の知らせがあってな。もとより君が決める言われもないだろう。そうかもしれないが。なら決まりだ。お、そうだ、私は江戸には不慣れでな。しっかりと案内を頼む。己の町だ、知らぬことなどないだろう。可愛らしい異種返しだな。勤めの邪魔はするなよ。銭を稼がねばお身をつけも米も食えん。米とお身をつけ、
それは一大事だな。任せろ、邪魔はしない。では支度が済んだら声をかけてくれ。私はいつでもいいぞ。